ハロプロ飯脳集へようこそ。今回はモーニング娘。2317期新メンバーレッスン映像感想に対するみんなの飯脳集です。こちら。モーニングのレッスンは厳しいな。これぞモーニング娘。のオーディションって感じだな。相変わらず初っ端から厳しいなこの先生は。くじけないでね井ノ原ちゃん。井上あの感じだけど泣かないしメンタル強そう。菅井ちゃんも今時恫喝みたいなレッスンはやらんけど二人とも多少厳しくされても泣かずに食らいつく根性があってよかった。オーディション番組見てると男でも泣き出すやついるからな。ウェイウェイワーオ。頭フル回転させてついてかないとみたいな感じだった。大変だろうけど頑張ってほしい。菅井ちゃんに習うとすぐに変化があるから見てて面白いな。ユニゲタさんめちゃくちゃ頭良さそう。菅井の言ってることちゃんと理解してるし。ユニゲタはボイトレ経験もありそうな感じだったな。いい意味で劇団子役ってのが見て取れた。ユニゲタめちゃくちゃ上手くね。声が思ったより綺麗。ユニゲタってビジュも低音も伊勢っぽい。藤本の声に似てない？ユニゲタの声は熊井ちゃんのそれ。ユニゲタさんまさかのエース候補か？ユニゲタさん予想通りかなり上手いな。研修生経由してない分リズムがハロプロじゃないけど地声で出せる音域がかなり広い。ユニゲッターちゃんはリズムがどうかな。伸ばし癖があるっぽいな。独特だよねミュージカルっぽい伸ばし方を。クラシックとポップスって全然違うからな。ユニゲタが声楽っぽい伸ばし方するのわかるけどリズム感は良さそう。ユニゲタは一年後くらいには北川パンダに並ぶくらいには歌唱面になってそう。ただ井上も結構ポテンシャルあると思うし離れしてほしい。井上は菅井ちゃんが言うようにああいう場に慣れてないのか。まだまだ照れや恥じらいがあるね。そういうのは次第になくなるだろうからこの先面白いかも。あと若干シダ未来っぽく見える時あるからビジュアル面としてもいい補強だな。上手くなれば井上さんの声質はいいからかなりハマると思う。井上さんは歌唱力だけじゃなくて厳しい歌のレッスンで性格の殻も破ってほしいな。令和のこの時代に厳しく指導してもらえる経験ってなかなかないと思うし。菅井のレッスン見るのはダンバラ泣かせたやつ以来かな。実に懐かしい限り。相変わらず昭和気質な教え方で安心するわら。でもマジで菅井ちゃんも優しくなった。ユニゲタがチラチラ譜面の歌詞見てたけど昔ならあんたそんなもん覚えてくるのが当たり前なのよ。当たり前のことすらできないならもう帰れって怒鳴ってたわら。菅井ちゃん時代に合わせてなのか年取ったからなのか少し落ち着いたなわら。実際無駄に追い詰めるのって効果あるんだろうか。今は怒鳴って指導は生産性下げるって研究結果があるらしい。ミツバチも怒鳴ったりしなくなったしな。それでも泣く子はいるけど豆豆豆まーとか言っていてよく笑わないな。おたが合宿風景写せと言い続けた結果合格者だけで合宿するのは草。二人揃って合格か片方落として研修生から一人入れるかの見極めだった気がする。もう生田みたいの入れる余裕はないのか。事務所が菅井を用意したのはこれから17期に力入れていくということだね。これは15期もうかうかしてられませんな。てか4回にわたって大手の映像流してもらえるだけでめちゃくちゃ優遇されてる。やっと一般加入に一般加入らしいスポットが当たるようになったのか。4回ってことはちょうど武道館でお披露目する直前だろ。武道館めちゃくちゃ楽しみだわ。これ武道館で新曲に参加してそうだよな。 TS かもしれんが。武道館 TS 歌うのかね、楽しみだ。やっぱ素人は面白いな。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。